はい、どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、この iPhone 15 Pro のログ撮影について徹底的にね解説していきたいなというふうに思っております。皆さん iPhone 15 Pro そろそろ届いてますかね？まだね届いてない方もいるかと思いますし、まあ届いた方はねたくさんこの動画撮影写真撮影楽しんでるところかなというふうに思うんですけれども、今回はログ撮影についてフォーカスをして、これもねしっかりと解説をしていきたいなと思っております。先日ですね、僕ブラックマジックカメラの使い方っていうね動画を出させていただいて、この iPhone 15 Pro での動画撮影をもっともっとこう便利にさせていくっていうようなやり方をちょっと解説していったと思うんですが、でまあそういった中でこの iPhone 15 Pro シリーズに搭載されたこのログ撮影っていうものをしっかりとね実用的にさせていくためのワークフローっていうほどでもないけど、もっともっとこう動画撮影が楽しくなると思うんで、ぜひねこれ最後まで見ていってもらいたいなと思っています。で今回はこの Apple ログで撮影するときにもっと便利にさせるラットっていったものを使っていく方法をご紹介するし、編集の時にこのログデータっていうのをどういう風に編集していけばいいのかっていうのも皆さんにご紹介していきたいなという風に思っております。そして今回なんと無料でちょっと皆さんにねこの Apple ログに対応させた僕ラットをね簡単に作りましたので、まあ、そんないいものではないんですけれども、まあ、ちょっとね撮影が楽しくなるようなラットも作りましたので、ぜひねそちらのダウンロードとかそういったところも全部含めて今回ね、ご覧いただければなという風に思っております。ぜひねこの動画後からね何回もでも見れるように高評価いいねで保存しておいてください。そして、チャンネル登録がねまだの方はぜひグッドボタンとチャンネル登録していただければなと思っております。結構このチャンネルね有益かと思いますので、あんまりね損しないようにね、はい、ぜひね見逃しのないように高評価もしくはチャンネル登録サブスクライブでお願いできればと思っております。というわけでそれではですね、皆さんまずこのログ撮影について簡単にねご紹介をさせてください。まあ、今回この iPhone 15 Pro でログ撮影っていうものができるようになりましたね。シンプルにもうこの携帯の画面でカメラ設定からカラースペースをログにさせてあげることによって、こう色を淡い状態で撮影することができるんですね。で今まさに皆さんが見ているこの動画もこんな感じで、はい、ログで撮影をしているものになっています。でこのログを一旦戻すレック709っていうのがこんな感じになってるんですね。で僕はさらにね、まあ、映像とか結構こだわって作っているんですけれども、さらに自分でカラーグレーディングとしてこんな感じでね、はい、綺麗にしていってるっていうような形になるんですよ。なので最終的にこういう色味を作るときにはログ撮影とかでやっていた方がすごく色が綺麗に入っていくんですよね。まあ、もっと分かりやすい例えで言うと髪の毛のブリーチみたいな感じですよね。皆さんがカラーで髪の毛を染めたい時とかに色を入れたいってなった時に、青とかピンクとか赤とかの色を入れたい時にブリーチをしますよね。でブリーチをするっていうのは黒の髪に対してそういった色が入りにくいからですよね。黒のこの脱色をさせて、でそこに色を入れる、この脱色がログ撮影みたいなイメージでいいです。なのでこのログ撮影っていうものをしておくことによって、こう後から色編集をしやすくなっていくっていうのがログ撮影になっています。ただ逆に言えばこのログデータっていうのは後処理を前提にするから、後処理をできないとなかなか使いにくいというか、この色味で完成はできないじゃないですかっていうのがあるので、今回はそのログで撮ったものをどういう風にね編集していったらいいか、あるいはラットっていうフィルターみたいなもので一発でねチェンジさせるようなやり方もあるので、そこをちょっとね皆さんに紹介しようかなと思ってます。そしてですね、このログ撮影に色を入れる方法っていうのが、まあ、大きく分けて2つぐらいあるのかなと思っています。1つ目がもう自分で色を入れていく、これは動画編集ソフトとか動画編集アプリを使って入れる方法なんですけど、あるいは逆にラットっていうフィルターみたいなものを使うこともできます。それが今回ね僕が作って皆さんにもうダウンロードできるように概要欄に貼っているんで、ぜひねこれダウンロードしていただきたいんですけれども、じゃあまずねそのラットの使い方から皆さんにねご紹介していきたいなと思います。はい、まあ、まずですねブラックマジックカメラこんな感じで立ち上げるとこういった画面になりますよね。縦になっていない方はもしかするとここがこうなっていて横になってるかもしれません。まあ、正直これはどっちでもいいです。これ傾けると横にもなりますね。でこれ今ねレック709っていうちゃんと色が入った状態の色になっています。なのでこれをカラースペース、この右下のセッティングからカラースペースのここですね、アップルログに書いてあげてください。でそうするとこんな感じで色が淡いログ撮影というのを、ね、することができるようになります。でこれだったら、まあ、撮影はね全然いいんですけど、これ編集しないといけませんね。でそしてこの撮影中にめちゃくちゃねこうイメージがしづらいと思うんですよ。こういった時にラットをかぶせてあげることによっていろんな世界観をプレビューさせることができるんですね。でそれのねちょっとやり方になるんですが、まあ、まずはですねこのちょっと下に行っていただいて、セッティングのでここですね、このラッツのラットセレクションというところに行きます。でここのロードラットっていうところで僕が皆さんに配布しているこのラットをここに入れてあげます。はい、これですね、
このラットが僕今回用意したものなんで、これを皆さん開くで入れてあげましょう。はい、こんな感じでできました。でちょっと戻ってあげて、このディスプレイラットですね、ここをオンにしてあげてください。そうするとこんな感じで、もうちょっとね世界観がわかるかな。ちょっとさ、いい色味が出ていませんか。まあ、こんな感じでラットをプレビューさせて撮影することができるようになります。でちょっとねこれをレックしていくんですけれども、こんな感じで動画を撮影していて、でメディアから今撮ったのを見てもこれ自体には別にラットはついていないんですよね。まあ、これはどういうことかというと、撮影中にこのラットフィルターをかぶせてあげて、このラットを使うとこんな色味になりますよっていうのをプレビューさせるようなことができる機能になっています。なので撮れているのはログになるので、こう編集っていうのはやっぱりどうしても必要になってくるんですね。でその編集の方法を今からねちょっとやっていきたいと思います。大丈夫かなここまで。もしわからんかったらもう一回ね繰り返してね見ていってもらえたらなと思います。そして今回編集していく編集ソフトはちょっとね Mac でね行っていこうかなというふうに思います。でもしくは iPad 版でも大丈夫なんですけど、今回はダビンチリゾルブっていうね編集ソフトを使っていきます。そんな難しくないんで、これはねぜひねダビンチリゾルブでやってもらえたらなと思っております。僕も一押しのソフトです。はい、というわけでね、これが、ダビンチリゾルブの編集ソフトの画面になります。まあ、今回ちょっとねログ撮影のデータをね取り込んでいるだけなんですけれども、こんな感じですね。 4K60 フレームのログ撮影のデータなので、スローモーションにしてもこれだけね綺麗に撮れることができるみたいな形になっております。まあ、まずねログ撮影の編集方法になるんですけど、先に普通にねこのログを普通の色に戻す方法からご紹介します。これラットを使うのはこの後に紹介しますね。でまずねこのログの扱い方なんですけど、このダビンチリゾルブっていうのは7つのページに分かれていて、左からメディアページですね、ここでメディアを取り込んだりします。でここでカットとかできるんですけど、僕はねエディットページでカットをします。ここにいろんなねカッティング作業を行っていったりとか、まあ、あとはねこういったテキストとかもねこんな感じで追加していくことができるみたいなものができますね。ここでまあエディットをほとんどやっていくみたいなところです。でここがフュージョンページっていう、まあ、VFX とかちょっとこう CG 系統のこともできたりするし、で次ここですね、カラーページでこの色の調整っていうのを細かくやっていくことができるっていう風な形になっています。でこの Apple ログの扱い方なんですけれども、ダビンチリゾルブは結構いろんなねこう色の起こし方があって、シンプルにこういう風にコントラストをつけて彩度ですね、こんな感じで高めていくっていうのでも、まあ色っていうのはそれなりに出てきますよね。綺麗な Apple らしい色が出てきました。でこのねノードっていうものを使っていくんですが、これ右クリックでノードを追加、シリアルノードを追加という風にこんな感じでたくさんねノードっていうのを使っていくことができます。でこのノードにあらゆるエフェクトを加えていって色をね作っていくみたいな形になってるんですよ。難しいよね。大丈夫です、ゆっくりやっていきます。でこのノードっていうのは左から右にかけてこう反映されていくっていうような形になっています。まあ、ざっくりこのノードにこうアクションを加えていくっていう風に思っていただければいいです。なので、まあ、まずナンバーワンのノードからいきたいんですが、じゃあそしたらこのね、カーブというものをね使っていきたいと思います。これね写真編集でもねこのカーブっていうのはよく使われるんですけど、左下が暗い部分、右上が明るい部分になるので、ここをこういう風に下げていくと暗いところが暗くなって、明るいところが右上明るくなっていきます。でさらにこの辺のアンダー気味なところを上げたいなと思ったら、こんな感じでちょっとね場所によって上げていくと、はい、コントラストが綺麗についてきます。でこれが、まあ、コントラストを使ったつけた、ノードになるので、例えばこんな感じでノードラベルコントラストというふうに入力してもいいと思います。でさらにノードを追加させてシリアルを追加させますと、今回簡単にやっていきます。で次サイドですね、サチュレーションと呼ばれるこの色の濃さっていうのになるんですけど、これをちょっと追加しましょう。だいたい 58% くらいかな、もうちょっとあっていいか、65ぐらいでもいいか、はい、こんな感じですね。はい、どうでしょう、これでだいぶと綺麗になってきました。で同じようにここのノードラベルですね、ここサイドなんでサチュレーションにしておきますっていうので、まあ簡単にざっくりと戻すことができます。で他にもやりたいことがあれば、こんな感じでカラーホイールというところで、こんな感じで色のね、はい、色付けというか色の編集を行ったりすることもできますと。これは別にねほんまにいろんなやり方があって、今やったのはこのねリフトガンマゲインっていうところを触ったんですけど、これねリフトが暗い部分、ガンマが中間、ゲインが明るい部分、オフセットが全体っていうところになるんですけど、それぞれに色を入れていったりすることができたりします。こんな感じでピンクを入れたり青を入れたりとか、ゲインも明るい部分、この空の部分に何色かを入れたりとか、まあこういうふうなこともできちゃいます。でコマンド D ですね、キーボードコマンド D を押しながらビフォーアフターを確認することもできたりします。
まあ、こんな感じで自分好みのね色をつけていくこともできますし、例えばこのカーブの2つ目のここら辺を使ってちょっとこの緑の色だけを変えたいなと思ったらこんな感じでね変えていくこともできちゃうんですね。まあ、これがね非常にダヴィンチリゾルブのすごく魅力的なこうカラーグレーディングのこうできるソフトなんですけれども、まあ、こんな感じでかなりね色鮮やかにできました。これをビフォーアフター見るとビフォーアフターだいぶ変わってきましたねっていう風に、ログ撮影っていうのは編集を行っていきます。でもうちょっとねせっかくなのでプロフェッショナルな内容をお伝えすると、ノードの追加はオプション S でシリアルノードを追加できます。これショートカットキーですね。で今回このエフェクトから ACS トランスフォームっていうものを使っていきます。こんな感じですね。これねすごい難しいんですけど、これねかなりやばいんですよね。今回の iPhone 15 Pro、まあ、ASUS っていうアカデミーカラーエンコーディングシステムやったかな、まあ、結構そのシネマっていうか、まあ、映画のこうアカデミーの中でもう世界基準として作られている色域というか、まあ、色のこう再現基準みたいなところになってるんですね。それを iPhone がこう色域に対応したというか、まあ、そういう基準値にスマホ初めてで対応したものになってるんですけど、それをねこうトランスフォームさせることができます。これはダヴィンチリゾルブがもうすでに対応しているし、まあ、一応ファイナルカットプロでも、Apple のログっていうのにはもう対応しているみたいです。そしてここからこのね入力トランスフォームっていうのは Apple ログにしてあります。そしてここの、出力ですね、これを、まあ、REC709 とかに戻してあげると、まあ、本来のね709のものになります。ちょっとこれね暗くなってしまってるんですけれども、まあ、あるいは2020であったりとか、まあ、ちょっとねややこしいからあんまり覚えとかないんですけど、まあ、一旦ね709に戻してあげると、まあ、いいんじゃないかなと思います。そして、ノードを追加してあげてこんな感じで、ね、ちょっと明るさのね調整をしていったりとか、そういう風なねことがいいのかなと思いますね。しっかりとねめちゃくちゃいい色域でね編集を行うことができるみたいな形になっています。まあ、なのでこれでしっかりと戻してあげると結構まあ本来の戻ってくる色に近いものができると思うので、まずベーシックで戻したい方はぜひこのやり方を覚えておいてください。というわけで皆さん次ラットですね。僕がね皆さんに配布したラットを使っていく方法をご紹介します。もちろん、さっきのように撮影の時にプレビューさせることもできるし、こういう後処理の時に使うこともいいと思います。そのやり方としてはこのここから、カラーマネジメントですね。ちょっと下に行ってこんな感じでラットフォルダを開くっていうところがあります。ここを開いてあげて、でそうするとこんな感じでラット一覧っていうのが出てくるんですね。でこの中に僕が配布したラットを入れてあげてください。はい、こちらになります。ドットキューブファイルというものですね。これをこんな感じでドラッグアンドドロップしてあげて、でこのダヴィンチでリストを更新をしてあげます。そして保存ですね。これでこのねラットフォルダの中に入りました。これがどこにあるかと言いますとここですね、これになります。なのでこれをラット現在のノードに適用、これでラットを、ね、つけることができます。でラットっていうのは基本的にこう明るさっていうのがやっぱりねクリップによってだいぶ変わってきてしまうので、これはしっかりとその各クリップで調節をねしてあげてほしいなと思います。こんな感じで、でこれでねちょっとそういう世界観のあるラットになりましたね。はい、まあ、結構寒色気味というかちょっとこう黄色とかの色味がね少ないラットになるんですけれども、まあ、お好みでお使いいただければなと思います。逆にねこのラットのベストな使い方としてはこういう風に一旦自分がこう戻したい色まで戻してあげて、こんな感じですね。でちょっと明るさも整えてあげた上でここにちょっと当ててあげると、そうするとめちゃくちゃ強いんだけれども、このね右から3つ目のこのキー出力っていうところでこのラットの強弱、まあ、このノードの強弱になるんですけど、ちょっとこう弱めてあげる0.4 ぐらいでいいかな。でさらにコントラストをちょっと抑えてあげることによってだいたいねこの柔らかさも変えてきます。そうするとちょっとこのラットのビフォーアフターがビフォーアフター、こんな感じでわかるかな。ちょっとこう世界観がねいい感じにマッチされていく。ラットだけじゃちょっとねこう薄いんですけど、こんな感じで戻した上からちょっとだけねラットを当ててあげるっていうのもいいやり方かなというふうに思いますね。であとはね自分のお好みで微調整をしていって、あとはこうホワイトバランスをね変えてあげたりとか、こんな感じにしてあげたりとか、あとちょっとね黄色っぽい色を半分に入れようかなとか思えばこんな感じだし、かなりね綺麗な色にはなってきたんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、このような形でこれが iPhone の色って思われないよね。ほんまに今までの iPhone だったらこのブリーチができない、髪の毛でブリーチができなかったからラット入れても結構こうグワーッとねこうノイジーになっちゃったりしたんですけど、このログができたし、やっぱねこのログをね扱ってと思ったんですけど、僕結構いろんなねこう業務用のカメラも使うんですけど、かなりね色のこう、まあ、再現性というかこう返ってくる幅、ダイナミックレンジっていうのもすごい広いので、まあ、ぜひねこのログ収録とかログ撮影というのをね皆さんに楽しんでいただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。これがね、まあ、大体のログ編集とか、あとはラットを使った撮影編集方法になるんですけれども、まあ、正直ねちょっとこうダヴィンチリゾルブでこうがっつりやっ
ってはいったものの、ダヴィンチレゾルブの使い方とかも覚えないといけないんですよね。まあ、そこはねちょっとこうややハードルが高いのかなと思うんですけれども、このログとかを使うんであればやっぱこうパソコンでね編集をしてあげた方が絶対にいいですし、もしかしたらね iPhone とかのアプリでもこのラットをね使えるアプリってあるかもしれないんですけど、多分有料になっちゃうと思うので、まあ、ラットを使った編集とかをしたい方はあのダヴィンチレゾルブとかで、まあ、やっぱこうどうしてもねログの編集をするってなるとこう動画編集ソフトになった方がいいと思うんですよ。やっぱアプリだとしんどいと思うので、やっぱりねダヴィンチレゾルブとかを使ってログのその色の編集をしておくっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとねこの動画にはねダヴィンチレゾルブの使い方まではねなかなか載せれないので、僕がねしっかりとね解説した動画をね概要欄に載っけておきます。まずは10分間でダヴィンチレゾルブを覚える、この動画、この動画を見たら絶対ダヴィンチレゾルブが一通りわかります。でダヴィンチレゾルブをもうちょっと極めたいなと思ったらこの動画で40分でねもうこれを見ればほぼ完璧に近づけます。でこれで大丈夫で、カラーグレーディングですね、このログの編集とかもっともっとこだわっていきたい方はこの動画見てください。この動画でもうめっちゃねカラーグレーディングについてもほぼほぼ基礎を全部ね網羅した状態で解説をしているので、よかったらねこちら見ていただければなというふうに思います。そして今回のね僕のラットを使いたい方概要欄に貼っていますので、ぜひねダウンロードして使ってみてください。そして使う方もしよかったらコメントください。あのよかったらいいねチャンネル登録コメントしていただいて使ってください。お願いします。はい、というわけで皆さん今回はこの辺にしたいと思います。まあ iPhone15 のカメラとか、写真動画のいろんな動画ね僕たくさんこのチャンネルで発信しているので、まだね見ていないものがあればぜひね他のも見てもらえたらと思っております。というわけで皆さん本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。